ございます。今日の内容は利根川スペシャルですね。まあ、動画をお送りした通りですけど、そしたら 5000m 対策の練習方法なんですけど、600、3本やった後に、これ間リカバリー200ですね。で 1000m つないで 3000m 一発ほぼ TT 状態で入れて、でそこから 1000m つないで 1000m ラ、まあ、出し切るっていう。利根川さんっていう人が40代で14分5 15秒で走ったアホみたいな練習方法なんですけど、まあ中間突破ですね。で中間の中でもいかに少なくして、走り切るかが、まあ、5000m ポイントになるんで、まあ、これをちゃんと切れるようにしましょうっていう、まあ、趣旨になってるんですけど、じゃあよろしくお願いします。でも早いんです。じゃあ80ぐらいでいく。はい、ということで今日は利根川スペシャル、俺がやらないことをいいことにちょっときつい練習を勝手に入れてみましたっていうことですね。利根川スペシャルはまあこういう内容にはなってるんですけど、さっき言った通りで中間特化の練習方法ですね。で 5000m って大体中だるみが多く出やすいので、その中だるみを抑えましょうっていうのが目的にはなってくるんですけど、5000で表現したい再現性のスピードラインでほぼほぼこなせるようにするっていうのがまあ目的になってきますね。 1000m とかの王道のねインターバル走とかでできたっていうふうに感じる方いると思うんですけど、ことスピード持久力っていう点ではやっぱり別途こなせるような感覚作りをしかないといけないですね。皆さんよろしくお願いします。なんかの数式みたい。アップしてよ、アップ。アップしてよ、何も言わないやつ。あと流ししてよな。まあ、内側走れば短くなって中で、まあ、そこはまあ、はい、じゃあ一歩目いきます。よーい、スタート。これ練習やるときに 3000m の、 その中間走を落とさないようにする練習って経験してたら分かるんだけど、本当落ちるから5000って3000ぐらいかな。スピード持久力に特化して練習ができてない、インターバルに偏りがありすぎる人にはこういうちょっと厳しめのタイムトライアルとかをやっぱ練習の中に入れといた方が中間の落ち幅が少なくて済むかなという印象ですよね。僕がやった感覚で言うと、実際僕もうまくできたことほぼないんだけど、やっぱり運動強度とそのインターバルによるスピード強度をちゃんとバランスよくできてる人はこういうメニューちゃんとできると思うんだけど、偏りのある人は多分3000でガカンと落ちちゃう。65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83。1分54、55、56、57、58、59、2分1、2、3、4、OK。 1分48、49、50。お疲れです。そのまま 1000m 使ってました。余裕そうっすね。経験者的にはこっからの3点の方が圧倒的にしんどいですよ。あと1周で流れでいきます。止まったりしないです。流れでいきます。集まんないです。もう行きます。後ろが前が速いんで。はい、どう。5000ね、走ったことある方分かると思うんですけど、こっからがやっぱり一番きつくて、逆に言うとこっからが一番分かってないとなかなか我慢できないというかね、運動強度の高さにやられてしまって落とすんですけどね。3000しっかり走ってほしいですね。さあ3000です。頑張っていきましょう。いきます。よーい、ゴッ、ドゥ。流れでいきますよ。 3000m 頑張っていきましょう。はい、行きましょう。ゴッ。74、75、76、77。77です。さあ、流れでいきます。2000からしっかり粘っていきましょう。はい、じゃあ、行きましょう。よーい、ゴッ。
みんなやっぱりあれだね、2000前後でちょっとこう中だるみが入りますね。あとちょっと、あとちょっと、しっかり腕振りで、腕振りでかましてみましょう。とにかくね、5000の結果を良くしようって思ったら、インターバルだけで足りない部分を補うっていう点では、こういう練習もまあありですよね。多分あとでみんなに感想聞いたらね、やっぱり課題が分かると。はい、どうも。さあ、向こうスタートで1000ですね。できれば3分は切ってきましょう。はい、はい、じゃあ 1000m 行きまーす。よーい、ゴッ。目標は3分15以内。64 65 67 68 69 70 71 72 73 72秒通過です。あと1周、目標3分30以内。3分30以内です。3分30以内です。800 2分15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25、切れないですよ。3分さあ、頑張って27。さあ、行きましょう。しっかり行きますよ。3分15。ほら、ゲストが走ってますよ。ゲストが、ほら、ゲストがもう走ってますよ。ゲストはもう走ってますよ。お疲れでした。さあ、いつなぎましょう。いや、小谷さんがちょっと調子が悪いっつうのもあるかな。今日の内容だったら普通にできると思うんだけどな。なんかね、終わってからのあのジョグのつなぎがね、あれよ、陸部っぽい。ここで止まるのがなんかちょっとね、あの陸部感がない。さあ、最後一周出し切りましょう。形から入らないね。そう、しっかり大きく。お疲れさん、こういう時に大きく動かすの練習してね、大きくね。そう。いいね。なんかこう、見てるだけだと楽しそうに逆に見えるんだけど、ただ死んでんだろ。爆笑でしたね。そんな感じで見えないですよ。あっと、お疲れ様です。細川さんはね、アルファフライを使ってるから、もともとちょっとね、小さい動きをする人間だから、体重がしっかりかけてなくて使い切れないんじゃないかなと思うんでね。筋力があるから、こうちゃんとこう乗せて重心移動がもっとこうダイナミックにできるようになってくると、動きも結果も変わってくると思うんだよな。原田さんもね、結構ストライドがちょっとこうしっかり伸びるな。昔はあれでピッチで回してたけど、うん、今綺麗だよね。ね、大きく動きを出せるようになったなって思うかな。うん。指導の賜物かな。噛んだ。この日は僕指導基本しないんで、今日はたまたま空いてるからやってるけど。はい、お疲れです。あ、まだ行くと。はい、お疲れさまでした。はい、ナイスさんでした。ナイスさん、どうでしたか。3分29。おお、インベタだった。インを走りましたか。
さっき褒めてましたよ、原さんのこと。田中さんフォームは、ね、絶対良くなった。ちょっと意識走る、おお、の方が楽になった。上りが、あ、ね、体重が乗せれるようになったからね。上りで追いつく感じが、あ、指導者の方です。まあ、ほら、言った通り、いけてるじゃないですか。ほら、うどつかないから、俺。はい、3000が10、3、こういう機会になんかこう無理やりついていかないと、なかなかいかないです。そうですね。3000が9分42.3ぐらいで。もうちょっといけない。まあ、とりあえず一旦 5000m をターゲットにして、ちょっとしばらくは練習するっていうのをちょっと意識していただきたいんですけど、まあ、そのプラスアルファで、まあ、ちゃんとペーランやっといてくださいね。なんだかんだ5000なんて僕ら の、 最終目的にあまり合わないんで、10キロとかハーフとかでちゃんと使えるようにするとまあ、夏場に移行した時のことを考えたら、ある程度その走り込みができる体づくりもしとかないし、そこも頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちらになります。では、高評価